はい、どうも皆さん、こんにちは、つんつんです。今日なんですけれども、今風のね、ライトロード作っていましたので、ご紹介していきたいなと思います。で、今回ちょっと、初めての企画っていうか、試みでですね、生放送でデッキを作っていました。で、みんなから意見をもらいながら、いい意見ね、教えていただいたので、このカード入れてみたいなのをやっていました。で、ぶっちゃけ、動画作ってる時って、動画ってか、まあ、デッキ作ってる時って一人で寂しいんですよ。で、いつの間にかなんか10時間ぐらい経ったりとかして、この時間なんかもっとうまくできないかなっていうふうに思ったんですよね。で、今回ちょっと試してみました。ただ結局なんかそれをやっちゃって、実際に動画見に来てくれないみたいな感じになっちゃうと、まあ本末転倒かなと思うので、まあちょっと試験的にね、今回はやってみたって感じです。で、好評だったらね、またこんな感じでどんどんそのデッキを実際生放送で作っていって、で、デッキ紹介で改めて、まあ、要点だけまとめて解説プラスワンポイント解説付きで、切り抜きをしていきたいなと思います。じゃあ、今回のデッキなんですけれども、まずですね、スキルはレベルコピーにしてます。で、なんでかっていうと、このトレミス7っていうのが、まあ、トレミス、メシエ7っていうのが強いんですよね。で、これどうやって出すかっていうと、まあ、場にいる、ステゴサイバーとか、あとはこれですね、ライトパルサードラゴンだったりだとかと、横にいるモンスターをレベル6にして、で、出します。で、こいつのおかげで墓地に落ちちゃったルミナスも使い回したりとか、あとは、カオスソーサラ使い回したり、レビオニア使い回したりとか、そういうのもできるし、もちろん相手のカードをバウンスすることもできます。で、他はまあ気になるカードと、皆さんが気になるなと思うカードとしては、まずカオスソーサラ、こいつはね、光闇を1体ずつ除外して、で、特殊して、で、相手のカードもしくは自分のカードでもいいんだけどを除外できるっていう、なかなか強いカードです。しかも星6で、ライトパルサードラゴン、これはね、墓地の光闇を除外して手札から特殊召喚、もしくは、墓地にいるときに手札の光闇を、墓地に送ります。で、墓地から特殊召喚っていう風な、まあそんな感じの、モンスターなんですよね。で、こいつを簡単に出せる星6として採用してます。これが実はめちゃくちゃ強かったって感じです。で、もしじゃあレビオニア少ない人は、別にレビオニア2でもいいと思います。まあ、その場合は、このライトパルサードラゴンっていうのがエアリアルアサルトで手に入るんですけど、こいつ入れたりだったりだとか、まあカオスソーサラ追加したりだったりだとか、まあシンプルに別のカードに変えてもらったり、例えばライコーだったり、ミネルバだったり、あとはクロルミナス。トワイライトロードですね。の方のルミナスだったりだとかっていう風に変えてもらってもいいと思います。でもレビオには2枚は欲しいかなーなんていう風には思います。まあ足りないところはね、ご自身で好きな風にアレンジしてもらって大丈夫です。まあレベルコピーにするんだったら必要かなと思ったのは、まあトリミス7、まあ、メシエ7と、あとブラロでしょ。で、あとミカエルでしょ。で、あとはまあ、バーミリオン。この辺は必要かなと思います。なので必要なやつだけをまとめると、ここもいるね。ステゴも2枚ぐらい俺は欲しいかなと思います。メインはこれぐらいは欲しいです。で、エクストラはまあこうかな、これぐらい欲しいです。あとはまあダイヤウルフとかも相性がいいとは思います、という風な感じになります。じゃあ、早速ですね、プレイしているところを切り抜いて、で、ちょいちょい解説とかもつけてやっていきたいなと思います。それではご覧くださいませ。どうぞ。あ、これでも来てる、ライトパルサードラゴン来とる。これいいんちゃうか。いきなり初動止められる未来見えるけど、あ、いや、これいけるぞ、いけるぞ。おい、バルブー、まず光年宮発動、因子かな、カオスソーサラーポンポン落ちた、これいいんちゃうか。まずライトロードサムナールミナスを召喚、ルミナス効果でグローアップバルブを墓地に送り、いでよライトロードアサシンライデンで、ここインシー、あ、勝ったじゃん。え、じゃあ光闇1体ずつ、待って、光闇いる、闇はいる。で、こいつを待ってね、光闇ちょっとこれで墓地落ちるかどうか、バルブ頼む、いいの。スキル発動、レベルコピー、いでよライトパルサードラゴン、こいつかな、ほっ、でよいしょと、2体のモンスターを素材にしてエクシーズ召喚、いでよルミナス、さらにトレミス効果発動、ライトロードパルサードラゴンを
ひょいってやって、カオス操作らを手札に加える。これって、一体ずつを墓地に送りか。で、一応これでこいつも出せるし、カオス操作らも出せると。いや、墓地肥やしときたいから、これは、手札のライデンと、カオス操作らを墓地に送って、入れよう！はっ強っ強強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 強いレベルコピー答えかこれ。これめっちゃいいやん、めっちゃおもろい。あ、すごっ。カオス操作らはカオス操作らで、まあ、すごく強いと思うから、11かな。初動の安定ですか。これはもう、ドラゴン目覚めの旋律入れたことにより劇的な改善が見られたよ。多分多分ね。あー、トラミットか。デッキ作り、そう、普段いつもね。これね、墓地あえて肥やしたから、1枚あれよ。パルスよ、パルス。どうせ。パルスとなんかっすよ、パルスとなんか。ドロー！あ、いいじゃん。モンスター効果、発動！未来予知でストライクで好きなカード拾う形。あ、それは結構未来予知ライロってあるっすよね。でも俺はレベルコピーがすごい相性いいなと思ったんで、コピーが好きです。じゃあ3体のモンスターを取り除いて、いでよ根源竜レビオニア。根源竜レビオニアの効果発動。カナディアか。あ、レビオニア2体でもいいと思います。これレビオニア絶対いるんかって言われると、まあ別にそんなこともない気がする。自分割っちゃいますか。自分はあろうと。んで、こいつ出して、これはもうあれやね、普通のライロの動きやね、残念ながら。ほんなら、いでよミカエル。操作らない場合はこいつ、思ったより強かったから、このパルサードラゴンを2枚積んでいいと思うんですよ。ちなみにここでトレミスもう一回出して、でトレミス効果で墓地のレビオニア拾ったら、最終盤面がトレミス見返るレビオニアっすよ。すげえ強い。え、レベルコピー強ない？レベルコピー強いと思う。これ、レベルコピーでトレミス作れたもん、今。トレミス強い。トレミスめっちゃ強いっすわ。これかもしれん。じゃあちょっと次これラストぐらいにしよう。聖騎士っぽい相手。あ、対戦ありがとうございました。勝ちました。勝ちました。あ、勝った勝った勝った。これラストでフィニッシュでいきましょう。トレミスだけでも取りに行った方がいいですか。トレミスいいと思います。あ、ダイアルフ、ほんまや、ダイアルフや。ダイアルフ忘れてた。これやばい。これラストを締めくるには最高の手札やな。簡単なエグゾディアクさ。いや、スキルレベルコピーです。一伏せ。いやー、あー、しかもレビオニア引く。え、じゃあまずドラゴン目覚めの旋律でレビオニア切りまして、なんだこの反動、なんやこれは。あ、右のコメントね、見えてる状態っすね。あ、しかもこいつ落ちた。パルサードラゴン落ちた。手数増える。これ最強や、最強や。これでさらにカオスソーサラーとか来たら、トレミスも作れる。手札に来たら。あ、カオスソーサラーは作れんかった。で、カオスソーサラー落ちてる。え、じゃあとりあえず1、2、いやごめん、1、2、3でいい。1、2、3して、ひょいひょいひょいで、こうして、でこの時にボールス指定するのダメなんですよ。
この時に、まあ、ガラディン落ちるじゃないですか。まず大切なのはこの導く未来でトリスタン出された時に死なないことが大事なんで、まずねこれね天命の聖剣割るんすよ。でここ割らないんすよ。で確かにこれエネアードも強いな。これエネアードもダイアウルフも入れたいな、11。でこの次に、ルミナス出して、でライデンおるよねこっちに。でグロアップバルブ切ってライデンを出すんですよ。でこうしてポロンポロンって落として、でミカエルを作るんですよ。あ待って、これやりすぎた、ごめんごめんごめん、今ライデン使ったらダメだった、ライデン使ったらダメだった、ごめんなさい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 、やばい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 、出して使って効果使え、効果使って効果使って効果使ってくれたらいける、効果使ってくれたらいける、うわーミスった、やってしまったわ、やってしまった。あこれはいや待って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 、なんとかならんか、こっから入れる保険ってありますか。ハマハマがいたハマがいたハマがいたえここからでも入れる保険ってあるんですか。入れよう B フォース、よいしょ、コーマ級のハマ、ほほー助かったー、こんなことで勝ったダイヤウルフやったらあかんかったな。今なんか気持ちよくなりすぎてライデン効果使っちゃったけど勝ち